こんにちは、クリッカートミーです。2018年に発売がスタート、もしくは発売が予定されている、あるいは発売が噂されている輸入車をご紹介。今回は7月から9月編です。メルセデスベンツ A クラス。2018年2月に世界初公開された新型 A クラス。エンブレムの存在感を押し出したグリルをはじめ、プロポーションに大きな変更はありませんが、 CD 値は 0.25 と空力性能が向上しています。その一方で大きく変わったのがインテリアです。居住空間はもちろん、荷室の奥行きも 115mm 伸ばし、容量は先代から29リットル増しの370リットルを確保し、実用性を高めたほか、ドライバーの正面に液晶ディスプレイを2枚横並びに配置したり、インターフェースの見直しも行い、ヘイ、メルセデスと呼びかけての音声操作も可能とのこと。安全装備はカメラとセンサーに加えて、ナビゲーションデータとも連携して、より高度な追従走行を実現しているといいます。メルセデス・ベンツ G クラス。誕生から約40年が経過して、初めてフルモデルチェンジされた G クラス。その見た目はほぼキープコンセプトですが、実際にはドアハンドルとスペアタイヤ以外は全てが新しく、重厚なボディでは最大で約 170kg の軽量化と約 55% のねじれ剛性アップを実現しているといいます。またインテリアも刷新。ドライバーの正面には 12.3 インチの液晶が配置され、よりラグジュアリーな雰囲気に磨きがかけられています。なおドイツでの販売は5月に始まるとのこと。日本でもセレブや芸能人を中心に人気が高いからこそ、早めの導入が期待されます。アルファロメオステルビオ。昨年セダンのジュリアという新モデルを日本で発売したアルファロメオが、今年ついに SUV を発売します。それがステルビオです。すでに欧州では販売が始まっており、日本への導入は秒読み段階。最大の特徴はやはり走りの楽しさ。中でもクワドリフォリオというグレードには、フェラーリと共同で開発した 2.9 リットル V6 ツインターボが搭載されており、最高出力は510馬力で 3.8 秒で時速 100km に達するといいます。アウディ A8。 メルセデス・ベンツ S クラスや BMW 7シリーズ、そしてレクサス LS が相次いで新型へ切り替わり、日本で発売されている中、アウディのフラッグシップモデル A8 の新型が日本導入を予定しているそうです。最大の特徴は自動運転であり、これまではドライバーをアシストし、あくまで運転の主導権はドライバーにありましたが、新型 A8 では時速 60km 以下の高速道路の同一車線に限って、運転の主導権が車に渡ることになります。パワートレインは 3.0 リットル V6 ターボと 4.0 リットル V8 ターボが日本へ導入される予定。